ヤサスアテナイの皆さん、今日お話しするのは全ての教育関係者に一つ思い出していただきたい歌があります。それは RC サクセッションの僕の好きな先生という歌です。で、この番組でそれをおかけすることができないので、上の方に必ず検索ボックスあると思いますので、そこに僕の好きな先生と入れていただいて、ちょっと曲を一度聴いた上で続きのお話を聞いていただきたいと思います。この歌はボーカルの今和野清志郎が高校時代の担任の先生のことを歌った歌なんですね。で、想像していただきたいんですけれども、あれだけの熱量を持った人です。あれが10代の頃ですので、もうそれはそれは危なっかしい存在だったと思います。で、その清志郎青年を担任として担当した先生のお話なんですね。で、おそらくその先生は一人の学生を面倒を見るというか引き受ける覚悟をされたんだと思います。こうクラスでは担任として生活指導をし、そして美術科の先生だったので美術部の顧問だったんですね。で、そこでも清志郎青年を引き受け、でこう美術に熱中できる環境を整えて、で清志郎青年もそれに導かれるように美術に熱中したそうです。そして保護者が何より心配したそうで、それを先生が説得したという逸話も残っています。この青年を思いっきり、ね、ギターを弾けるようにしてあげてくださいというふうにです。そしてその卒業後ですね、交友がずっと続いたそうなんですけれども、成果が出て清志郎、今の清志郎として大成し、この歌ができ、で先生も喜ばれたと思います。で、その後がんによって今の清志郎は早く死ぬことになるんですけれども、その葬儀であるとか、そこにも先生は参列し、見送るというところも含めて一人の学生を引き受けたということになります。で、教育者というものはなんというか万人受けしようと、ね、したい気持ちもあるかもしれませんし、そうあるべきだというお考えもあるかもしれません。ただ一人の学生にとって、この一人の先生がいるから学校に来ようと思わせる、そういう働き方、そういう覚悟ができているかということです。曲の一節を引用しますと、私たちは僕の好きなおじさんになる覚悟ができているでしょうかというのが今日の主題です。いかがでしたでしょうか。このような形で次回以降もいろいろと教育関係のお話をしていこうと思います。では今日はこの辺で、アディオ。